方もいるかもいるんですけど、まあ、見てくださった前提でちょっとすごい良かったですよね。なんか自分で言ったのもなんですけどすごい良かったんですけど、あもう興奮しておりますが、あ姉さんということで挨拶しなくちゃ、あのご挨拶が遅くなりましたが、あきびこみち役の村上真夏です。うわーちょっとよかった、私すごい見ながらもう胸がふーってもうねすごいね、なんか緊張もあって締め付けられもしつつでもポッカ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 して、ちょっとあきびちゃんがね悲しいシーンは胸がぐーっとなりました。そう台本も読まずに話しちゃった、テレビアニメあきびちゃんのセーラー服東京 MX 岡田の第1話の放送が先ほど終了しましたよ。そうだありがとうございます。そう私ちょっとねスタッフさん方と一緒にねもうリアルタイムで先ほど見させていただいたんですけど、よかったですね。めちゃめちゃよかったそうよかった、もう CM 入るたびにみんなでえちょっと超よかったんですけどって言ってもうすごい楽しかった。皆さんもいかがでしたか。おコメント読もう、あセーラー服でトレンド入ったんですね、嬉しい、ありがとうございます。よかったです、めちゃめちゃよかった、嬉しい、そう本当よかったですよね。もうねそう、まあ、セーラー服でもトレンド入りしたそうですけど、ぜひね皆さんの感想も YouTube ライブのこういう風にチャットもしくは Twitter ハッシュタグあけびちゃんのセーラー服で聞かせてください。あけびちゃんのセーラー服でもねちょっとトレンド入りできたら嬉しいなと思いますので、すごいわ皆さんいっぱいコメントしてくれてありがとうございます、嬉しい。そうテンション高いんですよ私今、なんてだって興奮してますからねそしてあのまたねツイッターでは感想投稿キャンペーンも実施中です。テレビアニメあけびちゃんのセーラー服公式ツイッターアカウントをフォローの上感想をご投稿いただいた方の中から抽選で10名様に私村上真夏のサイン入りあけびちゃんのブロマイドをプレゼントいたします。第1話は1月14日金曜日までの応募受付期間となりますので皆さんのご感想をお寄せください。ブロマイドはなんとですね毎話絵柄が違うので楽しみにしていてくださいね。詳細は公式ツイッターをご確認ください。ただねまだねこれからまだ見てないよこれから私は見るんですという方もねたくさんいらっしゃると思いますので、ネタバレにはご配慮いただいていただけますと幸いですと言いつつ私がこの YouTube ライブで多分いっぱい言っちゃうけどやばい皆さん気をつけてくださいはいということで放送前に私あのツイッタースペースあけびちゃんのスペースを配信しておりまして、そして放送後にこちら YouTube ライブあけびちゃんのミニライブをお届けしています。で深夜にもかかわらず皆さんありがとうございます、ご視聴ありがとうございますということでね、うん、そう私初めてやるんですよ YouTube ライブ、でもすごい周りに大人がいるから大人がいるからちょっと困ったら言います、ヘルプって、はい、ヘルプお願いしますそうさっきスタッフさんのその名前もあのなんていうんですかクレジット、クレジットに載ってて載ってる載ってるっつってを興奮して知ってる名前ってまあ当たり前なんですけど知ってる名前で興奮もしておりました。初めてなので本当に皆さんあの甘い目であのもう本当熱湯ぐらいの温かい目線でお願いします、よろしくお願いします。そう一人生配信は珍しいんですよそう興奮してます、あなたも大人でしょって、いやわかんないですよまだね、私年齢は非公開なのでわかんないですよこの時間に配信してるからもう大人ですねそうかバレちゃった大人のこと、あそうそう
皆さん気づきました？今日実はパーカー、こちら後ろ見えますか？背もたれがありましたこちら見えるかな、ね、この第2弾のキービジュアル、ありがとうございます。キービジュアルと、ね、ここにあきびちゃんのセーラー服っていう、ね、文字も入っておりまして、かわいい。これなんかこの間 の配信、放送直前生配信の時にもね見せたんですけど、ちょっとまあ私はちょっといただいちゃいましてこれからね着ていきたいなと思います。皆さんかわいいですよ、イエイエイエイお、あ、そう、特番のやつですよ、パーカーパネー、そうそうパネーです。皆さん羨ましい、へへへ、特権、私のはい、ということでね、ついに始まったんですけど、あきびちゃんのセーラー服第1話、こちらについてねお話ししていこうと思います。なんとですね、こちらに第1話のアフレコ台本もありますが、放送前に公式ツイッターで公開されましたが、黒木監督直筆のイラストとコメントが表紙になっているんです。かわいい。これね、私も本当初めて台本いただいた時に、なんだこの可愛い表紙はとなって、それ以降毎回ね楽しみにしていましたよ。もう本当全部可愛い可愛い。このね、この時は題名がね、題名じゃなくて、無事あけびちゃんのセーラー服は完成するのか待て納品っていう題名になってるんですよ、シャープ1が。このねコメントも本当に大好きで、あ、そうなんだと思いながらね見てましたよ。うわー、ちょっと懐かしいな。あー、そう、あきびちゃんいっぱい走るからな、すごいいっぱい。私何回はって言ったんだろう、数えられる人いたら数えてほしい。そんな人いないかな。そうそう、シリアスなタイトル、確かにね、納品されました、嬉しいねー。うわー、すごいですね、かわいいわ。ということでね、まあ、1話はね、この表紙にもありますように、お母さん岩や妹のカオ、あとねお父さん佐藤とのね心温まるやり取りもありましたが、まあ、第1話はなんといっても初めてのクラスメイトエリカちゃんとの出会いが印象的だったんじゃないかなと思います。ということで、こちら場面カットがあるそうなので、そちら見てください、お願いします。来るかな、あー、かわいいです。そうそう、ね、爪を切るっていうね、まさかのね、そんなとこ見ちゃったらもう私だったらもうテンパっちゃうよね、皆さんもテンパっちゃう。そう、衝撃的で印象的なんですよ爪切り神作画、そう神作画、ここだ、すごすごい。なんか私ちょっとこのカットで好きなのが、ちゃんと爪が飛ばないように爪切りが、あの飛ばない爪切り使ってる、爪が飛ばない爪切り使っていいですよね。そう、かわいい、これちゃんとしてる、やっぱり育ちがいいなそこはと思ってで、やっぱりね綺麗に、そう、あと人差し指のちょっと立ってるところとかもかわいいですね。そう、ここね、なんかこの後にエリカちゃんと小道が、あの足の匂いを嗅ぐんですけど、嗅ぎ方が一回取ったら、あの音響監督にもっと野生的に嗅いでくださいって言われてスンスンじゃないんだよ、もうクンクンぐらいで言ってくださいって言われて、ソラさんと私で野生的みたいな、もう本当の鼻すすりを収録いたしました。で、皆さんももう一回聞いていただきたい、本当の鼻をすすってますそんなエピソードもありましたね。お、してなんか村上さん、あ、違かったわ、私じゃないわ。皆さんの印象に残ったシーンもね聞いていきたいなと思います。たくさんコメントとかもしてください。あ、ね、爪の嗅ぎ方可愛かった野生的、そうなんですよ、鼻すすっていた私、そうね、ちょっとあの時ね花粉がね、そう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 、やっぱりセーラー服着るところ、本当にあれ原作の、こちらにも原作あるんですけど、原作でもめちゃめちゃ本当に大胆な駒使いでセーラー服を着てるんですよ。そう、
でアニメでどうなるんだろうと思ったらもうめちゃめちゃこちらも丁寧にね描かれていてもう心くすぐられちゃう感じのね可愛かったよかったあねやっぱりセーラーあ顔がお尻叩くとこ好きえ私も好きすごいあのペチーンってめちゃめちゃいい音なっててえしかもなんかその1回じゃないんですよナルオト1回顔が叩いてベチコーンってなった後に小道がお尻を押さえるんですけどその時もペチってちっちゃくなってて可愛い可愛いと思ってもう奏でられてんじゃん音って可愛い可愛かんだあとでも結構音すごい作品 もちろん絵もすごい綺麗なんですけど音がすごく良くてなんかセーラー服着る時にスカートのホックを止めるカチャって音とかあの多分ねすごい新しい家じゃないから小道ちゃんの家は床を踏むときしむ音とかお風呂入った時のもうねもう溢れ出るお湯の音とか全部ほんと細かくて素敵なんですよあ用水路に落ちるところもねそうよかったですねあのシーン結構何度もバク転のシーン何度も撮らせていただいてもっと高ぶった感情でっていう風にどんどん言っていただいて撮らせていただきました感情高ぶってたらいいなあポニテにして川で確認するしあそこいいあもうそれこそめちゃめちゃあのスタッフさんと、興奮してたのが飛んだ後髪の毛が口元に来るんですよそれを避けた時のほっぺえもうほんとねあの後で見返してほしい今はちょっとこのミニライブ見てほしいんであのぜあのいいんですけど後であのほっぺのプルンプルンの肉感を見てほしいほんとあれよかったなーわーよかったなー思い出しちゃうほんと見てくださいそうなんかそういう柔らかさ中学生の女の子の体の柔らかさとか髪のサラサラ感とかやっぱりまだちょっと骨が感じるところとかそういう全てをねなんか細かく描かれていてもうほんと素敵そう確認してくださいそうね髪もね本当に何万本も生えてるんじゃないかっていう動き方してたからもうすごいないいですねおはようが最高におはようだった嬉しいえこのおはようちゃんとみんな覚えておいてください胸張って笑顔まあいいねそうですよちょっとやばいもうどんどん興奮して顔赤くなってるかもチークいらなかったなはいあそっかそっかうんあれもうあそしてエンディングアニメーションもいかがでしたかちょっと今日初出しだったんですよまあね先行上映会でちょっとだけねまあ一部のごく方にはあのお知らせしていたんですがエンディングテーマはなんと私村上真夏が演じますあけび小道によるバトンということでどうでしたか皆さんいい曲でしたよねもう本当に素敵、まあね、まだこれから見ますよ聞きますよという方もいらっしゃると思いますが、ね、ぜひぜひご注目していただけたらなと思いますそうえなんかすごいもちろん本編もすんごい心温まるんですけどエンディングがもうその温まった心をすべて包み込んであなた素敵ってなんかもう自己肯定感爆上げソングじゃあ私が歌ってるんですけど実は自己肯定感爆上げソングでなんかもうあよかったみたいな地球に生まれてよかったみたいな素敵本当ね多分夜寝るときにあの曲を流しながら寝たら絶対いい夢見る悪夢見られないと思うだからなんか皆さん見てほしい実は私がね歌ってたんですよ作品にぴったりの優しい曲でそうなんですよなんかそれこそもし一人だけセーラー服ってなったらもう一歩間違えれば目立っちゃうしそこがなんかいじられちゃうこともあると思うんですけどこのねあけびちゃんのセーラー服の世界すごい本当に優しい世界だからなんかそのアイデンティティとして認めつつ個性として認めつつみんなが受け入れてなんかくれる感じがねすごい素敵いいなって思いますよ
だってエリカちゃんだって度胸あるわって言いつつすごい認めてくれてるじゃない。もうねそういうところが素敵で、これからもねどうクラスメートと関わっていくのか楽しみですね。そうだよ、ソロとは思わなかった。そうなんです、もうね大サプライズになったらいいな。そうそうそうなんです、狼狽学園のみんなで作り上げる作品、映像もね素敵なのでたくさん見てくださいね、うん、はい。あ、ということでここでお知らせです。ブルーレイ、あ、違う、まずは言っちゃった聞かなかった、編集します。はい、編集まずはこちらをご覧ください。私はセーラー服に決めました。セーラー服は小道の夢なんだもんね。仲良くしましょうよ。おっ、見ているだけで面白い。みんなまた明日。はぁ、ということで、はい、テレビアニメあけびちゃんのセーラー服のブルーレイ &DVD 全6巻の発売が決定いたしました。ありがとうございます、嬉しい。先ほどねちょっと映像も見ていただきましたが素敵でしたね。第1巻はなんと4月27日に発売となります。もうすぐだと思えばすぐですね。そうですね、そして完全生産限定版特典として原作ヒロ先生書き下ろしの全巻収納ボックス、書き下ろしジャケット、特製ブックレット、特典 CD、特典映像、各話オーディオコメンタリー等、豪華な特典付きとなっております。そしてさらにヒロ先生書き下ろしの全巻収納ボックスのサンプルイメージも公開されたということで、こちらです。素敵。もうねクラスメート16人、プラスカオちゃんがいる、かわいいです。いやー、かわいい。みんなそれぞれ表情もねなんか個性が出ててかわいいしね、最高スキル。そう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 です、時間の感じ取り方は私たちが決めるのでね、かわいい。ということでね、第2巻以降の発売情報や店舗購入特典など詳細は公式サイトをご確認ください。また続報をお待ちいただけると幸いでございますよ。あ、そう、ちょっとここでなんかあ、まあ、いいや、いいよ配信情報もお伝えします。そしてね、 D アニメストアにてつい先ほど25時から最速配信がスタートいたしました。その他配信プラットフォームでは1月11日火曜日の正午12時より順次配信開始となります。詳細は公式サイトをご確認ください。テレビ放送でご覧いただいたという方も、見逃しちゃったという方も、ご利用のサービスで何度でも何度でも何度でもご確認ご視聴ください。また MBS にてこの後26時8分より放送開始です。さらに日付変わって1月9日日曜日には23時から BS 朝日での放送となります。全国どこでもご覧いただけますのでぜひご覧ください。ということで、そう、さっきね、私実は3回目なんですよ、1話見るの。自分のスマホで見て、家のテレビで見て、先ほども見るっていう。なんですけど毎回細かい描写に気づいて、新しい、こんなところまで書かれてたのねって気づいて、それがあけびちゃんの部屋の本棚の本が、あ、実はめちゃめちゃなんか細かくて可愛いみたいな、そういうね細かい気づきがあるので、皆さん本当に何度も見てきっと毎回新しい可愛いキュンキュン尊いポイントが見つかると思うので、たくさん見ていただけたらなと思います。ということで、もうそろそろこの、はい、あ、もうすごい、あ、言われちゃった言われちゃったなということで、この YouTube ライブもねそろそろ終了のお時間となりました。 Twitter スペース、そしてこの YouTube ライブでお送りしてきましたが、いかがでしたか皆さん。何度も見れる、確認します。終わっちゃうの、終わっちゃうの、そう、早い、今来たばっかり、嘘つきそうそうそうね、早い、すごい。英語のコメントもね、なんかいくつか見て Thank you! I'm happy! Thank you! 何時なんですかね、もしかしたらめちゃめちゃ早い時間かも。 Good morning! Good evening!
まあね、始まりのね、切なね、今回はね、オープニングがちょっとまだね、なかったのでね、まあ、期待していただけたらなと思いますよ。そうそう、盛りだくさんだったはずなのに一瞬だった、嬉しい。私もなんかやっぱり興奮してると時間の流れって早く感じちゃいますよね。え、どこの国旗なんだろう、どこだろう、有識者、有識者どこ、どこだろうすごい、ずっともう一回見ません、見たい。ちょっとじゃあ皆さん録画していただいたりとかね、配信を皆さんも何度も見ていただいて、だってもうこれから来週までずっと見てればね、ずっとあけびちゃんなんで、ずっと見てください。あ、タイ、タイランド、コップンカー、コップンカー、顔漫画顔が、今日なんか夕飯どうしようかなと思ってめちゃめちゃ見てて、そしたらタイ料理出てきて、顔漫画美味しそうと思ったんで出てきちゃった、やばい、タイムリー、タイだけにねうまい、どうしよう、手を叩いて笑っちゃう。あ、ちょっとこれうまくなかったみたい、あ、うまくなかったみたいやばいやばい、絶好調ですねはい、ということでねえ、みんな早いですよね、一回だけでね終わっちゃうのもね、ねえ、またやりたいですよね、またやりたいと思いますけど、どうですかね、どうですか、やります。あ、三角ですかそれ、あ、丸、よかったこうだった今ということで、なんと今後もこちら配信予定とのことですので、ぜひね皆さんご覧いただければと思います。もうね、興奮を一緒に共有しましょう。最後に、来週1月15日土曜日24時30分から放送開始となる第2話の次回予告やあらすじは、1月12日水曜日の18時に公開予定なので、公式サイトやツイッターをチェックしてくださいね。ということで、皆さん夜遅くまで一緒にお話ししていただいてありがとうございます、嬉しいな。ということで、以上、あけび小道役の村上真夏でした。ご視聴ありがとうございました。また来週。